写真映像作家ドローングラファーの伊丹です。今回は以前から気になっていた照明装置、発売日を迎えて手元に届いたのでそれを紹介いたします。それでは早速今回紹介するのがこちら、ロトライトの EOS2。 こちらがまず専用のキャリングバッグになります。今回紹介のアルティメイトキットの内容をほぼ収めることができると。まず筒体、ライト本体ですね。こちらが2個 AC アダプターですね。V マウントバッテリー、 V マウントバッテリー用の充電器、ドキュメントライトスタンドですね。こちらですね、定常光と瞬間光と兼用しているものとなっていて、まあいわゆるLED ライトとなっていて、まあストロボ的な用途にも使えると。数値的な仕様としては定常光が 11,500 ルクス、フラッシュストロボですね、こちらが 17,500 ルクス、いずれも3フィート約91センチですねの距離で使用した場合であると。で、CRI ですね、こちらが95で、消費電力が120W となっています。電源は先ほど紹介した AC 電源と、それと V マウントバッテリーが使用できるものとなっています。ストロボでの用途ですね、瞬間光の方は同調速度ですね、こちらが8000分の1秒ですね、非常に高速で駆動するということになっています。まずですね、バッテリーがこの背面に、V マウントバッテリーが装着できることになっております。で、電源はこちら、電源を入れるとこのようにライトが点灯します。で、多くの設定はこのつまみですね、この2つのつまみで、行うことができます。で、左側のつまみが多くの場合で、光の光量ですね、大きさを調節するようになっていて、右側のつまみはですね、いろんなこう、まあ、細かな、選択をだいたい司るようになっています。真ん中の、ホームボタンから各種の機能にアクセスできて、こうやって CCT モードであるとか、HSI ですね、あとは、ジェルですね、フィルター、こういったものを使用した場合ですね、ホーム画面のフラッシュですね、フラッシュボタンを押すとストロボの使用ができるものになっています。ストロボ機能、フラッシュ機能ですね、についてはシンクロターミナルのあるカメラの場合はシンクロケーブルで、ワイヤレスで使用する場合はこのエリンクロムのトランスミッターですね、こちらに対応しています。これの、まあ、各社カメラ用のモデルを用意してまあ、カメラに、装着すれば、こちらの EOS2 とシンクロして、一般的なストロボのように使っていくことができます。ストロボの機能ですね、フラッシュ機能は例えばですね、真ん中が、テストボタン、その左側ですね、光量ですね、変化
させたり、あとはモデリングライトですね。そもそもが LED 定常灯でもあるので、モデリングライトもそのまま使っていきます。もちろん絞ってオフにできます。で、あとは、フラッシュの点灯時間、持続時間であるとか、フィルターですね。フィルターをいろいろと変更したりということができるようになっています。他にはですね、この SFX 特殊効果ですね、こういったものが使用できるようになっていて、例えばこうフェードですね、明るい状態から暗い状態、暗い状態から明るい状態ですね。あとこうライトニング、雷の模したようなライトであるとか、ストロボですね、明滅するストロボのようなものであるとか、サイクル、これはいろんな RGB のカラーが、一定時間で、切り替わっていくようなもの、炎の模したものであるとか、ポリス、パトロールカーですね、警察のそれを模したものであるとか、こういうテレビのブラウン管テレビの効果ですね、あとはこう、ガン、ガンショットですね、押すたびに、銃を発砲したような、光が、点灯するようになっています。ネオン、さらにこうフィルムですね、古いフィルムを投影しているかね、それから、これはですね、溶接をしているような光、あとはパパラッチ、カメラのフラッシュですね、そういったもので、これらはですね、さらにですね、このメニュー画面の中で、この例えばこの雷であったら、雷の明滅の速度ですね、こういうものを段階を設定したりとか、炎もこの炎の揺らめきですね、これのスピードを変更するように、なっています。あとは設定ですね、設定画面は各種このライトのですね、ベーシックな機能設定をすることができると、言語を選んだりとか工場出荷状態に戻したりとかですね、スマートフォンのアプリですねと一緒に、使うようなこともできて、設定画面の方からですね、まず、本体で設定するのか、スマートフォンで操作するのかを選んで、進めると、こういうふうにですね、QR コードが表示されるので、スマートフォンのですね、ロトライトのアプリ、インストールした状態で、この QR コードですね、こちらをこうスキャンしてやると、すると、本体とスマートフォンアプリ、が同期して、スマートフォン側から使用していくことができるということになっています。これ非常に簡単です。QR コードを読み取るだけで、即座につながります。でこれ最初の1回だけやれば、ずっとつながっていきます。であとこう2台あれば複数接続して、個別に使っていくこともできます。背面の有機EL パネルですね、これを使っていくのと全く同じ感覚で、使っていくことができます。でこのつまみもですね、実は画面の下部の方にですね、表示されていて、あたかも、本体のつまみを回しているかのような、そういった、設定操作も可能となっています。これも非常に直感的で、やりやすいと思います。そんなに
大きくも重くもなく、定常灯とストロボですね、の両方で、使用していくことができるということで、バッテリー駆動も可能、しかもまあ汎用性の高い V マウントバッテリーなんでね、そういった点でもですね、まあ、屋外でですね、いろいろとこの色をね、変えたりとかね、そういったことで、クリエイティブなね、ことがやっていけるんじゃないかなって思ってます。ちょっとこれいいなって思ったのは、この、各種設定ですね、ここのパネルがですね、非常にこう高感度で、まあ、大きさもそこそこあるし、まあ、高輝度というかね、非常に見やすいし、何でしょう、こう、ユーザーインターフェース的な話を言うと、こう直感的に、こここうやったらこういう風に動くんじゃないかなとか、こここうやったらこの設定の方に潜っていけるんじゃないかなとか、そういうのがね、非常によく考えられて、ユーザーの思った通りのこう、リアクションをしてくれるというのが、こうすごくこのね、この有機 EL タッチパネル液晶のユーザーインターフェースとして、ね、いいと感じられました。でもう一つはですね、まあ、ビデオを制作される方は、これね、まあ、ファンがね、意外とこう静か、意外とというか静かです。なのでこれ、ですね、今回まあ、ファンの設定ですね、をオートっていうことでね、熱がおそらくこう高まってきたら、高回転になって、そうでないときはまあそれなりであるということでね、何時間か使ったんですが、そんなにうるさいほど回ることもなくて、これはね、現場の音をね、使うような映像のね、収録するときは非常にいいんじゃないかなと思いました。LED なのでフリッカーもね、かなり出にくいんじゃないかと思われますね。もうこういうのもですね、映像をね、作っていくときにはね、非常にありがたいかなという気がしますね。写真をね、制作される方はこのライトね、ストロボの同調速度が、8000分の1っていうことで、まあ、かなりね、ハイスピードシンクロということで使っていけますね。さらにね、チャージタイムっていう概念がないので、フル発光、フルパワーで、どんどん使っていけると、まあ、連写モードで、使っちゃっても全然、ついてきちゃうっていうね、なんでこれもまた何でしょう、面白いね、作品が作られるんじゃないかなっていう気がしますね。あとですね、ちょっとこれ個人的に期待しているものとして、世界初の電子ディフューザー、スマートソフトボックスというものがオプションとしてこう考えられて用意されていて、これは今後期待したいところです。ちなみにですね、ソフトボックスとかディフューズとか、まあ、光をコントロールするオプションですね、そういったパーツについては差し当たりはボーエンズマウントのアダプターが用意されているので、それを併用すればすでにお持ちのね、ボーエンズマウント用の各種周辺装置が使っていけるものともなっています。まあ、LED ですね、ライトが登場し始めてから、まあ、自由度がですね、高そうだなっていうことはこういつも考えてて、LED ライト、LED を使ったら、こういうふうなこともできるんじゃないかとか、まあ、あれはできないのかなとかね、こういうものないのかなっていう、
いろいろ考えてた、もののこういくつかが集約されてね、登場したのがこの EOS 2っていうね、製品なんじゃないかなって思ってます。だからね、こういうものをね、どんどんこう開発していただいて、我々をですね、使用させていただいてですね、いろいろね、面白い作品をね撮っていければいいのかなと思っています。今後ともね、いろいろとこうしたね、いい製品が出てくるといいなと思っております。あ、そうそう、これね、この EOS 2の姉妹品というかね、少しちっちゃいタイプでほぼ同じ機能をね備えた NEO 3っていうものがねありますのでね、そちらもね、ちょっと試してみてばいいんじゃないかなと思います。確かですね、NEO 3の方はですねちょっとちっちゃめなので、オンカメラですね、カメラのあのホットシューのところに、搭載することもできるので、この EOS 2とまたこう違ったね、フットワークが軽いというかですね、まあ、細かなこう設置性っていうのがね、そういったことで、またこれが面白い作品を作っていけるようなね、アイテムなんじゃないかなと思いますので、そちらもよかったら試して見たらいいのかと思われます。いつものようにですね、作例ですね、ちょっとこう面白い使い方というかね、ちょっと思いついたことがあるので、少し試してみました。なのでそれをね、少しだけ、また見ていただいて、それで、終わりということで、今回はおしまいです。
それではまたお会いいたします。